どうも森島和樹です。たたた、今回はですね、先日、竹下、瑞希さんという、25歳の誕生日だから、誕生日ハッピーバースデーを、歌ってほしいということで、即興が得意なもんでね、即興を歌ったんですよ。それで、友達のももこちゃんっていう方が撮ってくれてたんで、そのデータもらってね、今回それをアップしようと思います。いや、というのもわりかし出来が良かったんですよね。舞い降りたというか、天才なんですよね。天才やらせてもらって34年35年、森島和樹が森島和樹たらしめてるもの、天才を天才たらしめてるものをですね、今のカットでよろしくお願いします。素敵な、動画が撮れたので、今回は、その動画をアップしようと思いますので、ぜひご視聴ください。こちらです、どうぞ。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、君の命に乾杯。25本のろうそくは用意できなかったけど、素敵なろうそくがまず向こうに一つ、君が迷子になったら照らしてくれるよ。隣に一つ、僕らも数えて25本分の気持ちがある。生きてくと見失いそうになるものがたくさんさ、暗闇に迷いそうになったら照らしてくれるよ。 Happy birthdayHappy birthday 君に出会えてよかった。 Happy birthday この歌があるのは君と出会えたから。 Happy birthday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 5回の誕生日おめでとう。1回2回3回4回12回17回23回24回25回目で竹の中からかぐや姫のような命が生まれた、生まれたのさ。水のような透き通った瞳の奥の奥は何が見える？このろうそくが見える。素敵な物語、25回目の Happy birthday おめでとう、right. Happy birthday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 
下から生まれてきた女の子、水のように透き通った気持ちが優しい女の子、もう25回目の誕生日、素敵なろうそくに包まれながら Happy birthday、おめでとう。君に出会えてよかった。この歌が歌えたから、この歌に命をつけるとしたら竹下瑞希。おめでとう、おめでとう。生きててよかったな、君に出会えた、君の命を祝えた、それだけで幸せなのさ。 Happy birthday to you,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  to you。 はい、ということでですね、まあ、その竹下瑞希、そして25歳、という、だけの情報で、まあ、あそこまで歌える人は、虹色侍か森島和樹かっていうふうになっちゃうわけなんですけども、まあね、なんかまあいろんな即興でも、まあちゃんと作ったら作ったなりにね、もっとよくできたりするんですが、なんかこの即興だからこそ良かったのかな、そのバイブスみたいのも、そういうのもあるなって思いますね、即興の良さというか、作っちゃうと作っちゃってしまうみたいなところがあるんですけど、即興っていうのはなんかもう本当本当に生もの中の生ものというか、刺身みたいな感じなんですよ。時を置くと良くなかったりとか、なんだろうな、まあ、そういうのがありますんでね、まあ、だから結婚式とかなんかそういう、仕事が入ったらその人たちの、曲を作ったりとかもやってきたんでね、まあ言うて路上も20年目なんで、やっぱこういう人と人でその瞬間を歌ってきましたので、まあわりかし即興は、得意な方かななんて思うんですけど、いや今回は自分の中でもなかなか良かったななんて思ったので、アップさせていただきました。まあそういうのもね、一つ一つの出会いがあったから生まれる、ものでありまして、僕の曲は、本当にたくさんの出会いが、生んでいくものなので、僕の曲は僕だけの曲ではなくて本当にたくさんの人の命が詰まってる、曲で、一人で歌ってても僕は、やっぱ一人じゃないなと思わせてくれます、歌うたんびに。まあ、ということでね、今回はいい即興撮れたのでアップするっていう動画でした。まあ、とにもかくにも、竹下瑞希さん、誕生日おめでとうございました。素敵な、年になりますように、願って、今回は終わろうと思います。よかったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。森島和樹でした。 Thank you.